あ、戻って、そう。あ、いいと。いってる。あ、すごい、意外といってますね。はい、どうも VCP の本庄です。で今回はコアンダ効果っていうのがありまして、それを用いていろいろ物を浮かしてみようという、これですね、ピンポン玉を浮かせると、うん、でもこっちはドライヤーの口を細くしてあるんですけど、本当だ、まずこれをつけて、はい、でこの斜めにしてもらう、うん、あ、落ちない、落ちない、45度くらいまで縦行ってます。お、ほんとだ。でもこれ以上行くと、うん、ああ、でも意外と行ってる、意外と行ってる、あ、すごい、意外と行ってますね。いや、もう、なんかもう、あー、あー、まあこれがよくあるコアンダ効果のやつですね。はい、で拡張版ということで、物を見事に抜いて、うまく比類乗れれば高く上がる。で、まあこう振動しててずれると、そこはの効果の影響がちょっと弱くなっちゃって落ちるみたいな。うん、なんか UFO っぽいな。すごい、なんか動きが面白い。先ほどの発泡スチロールの器を上下かぶせて、ちょっと絵を描いてね、UFO っぽくしてみます。こんな感じでちょっとゆらゆら見ると UFO っぽい、ね、風の影響が1メートルの速度で落ちるっていうのがあるんですけど、みたいな感じです。はい、はい、では最後に、風船をね、うん、浮かせるっていうのをやるんですけど、8号の風船ですねを使いました、はい、でこれを膨らませて6個ね、つなげて円にすると、うん、で接合するのはここですね、はい、ガムテープを丸めて止めるっていうのをやってありますね。はい、でまあ、こうやって可愛い絵が描いてあるんですけど、かわいい、一応ね、コツっていうか作る時の注意点としては、はい、こうやって見る時にまっすぐに全部均等についてることをですね、こう左右になんかブレてくっつくとちょっと回転に影響があるので、はい、なるべくこういう風に綺麗に作ると、はい、ということで回していくんですけど、まずこうやって芯棒をね中に入れて、ドライヤーつけます。で風船が回転したらこの中の振動を抜きます。で、まあ、ちょっと引っかかったりして縦ずれるんですけど、風船がね自分でこう安定する位置にで回って、まあ、空中で安定すると。で結構ドライヤーと近いほど回転はね速くなると。今これでも安定しますね。安定してるね。落ちずにここでずっと回って安定してる。もうちょっと落ちて大道芸みたいな。はい、本当に回れ、そう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 、レイチューブ成果を出す。でも、まあまあ、結局回ってなくてもこうやって安定してるっていうのはね、うん、そうやって回転している状態が一番予備的に安定なんだよね。そうですね。それを探すんだよね。でしかもポイントは風船が自分で探すっていうのが、うん、まあ、すごいとか面白いですよね。うん、あと風船の色のセンスだね。緑欲しかったな。まあいいんですよ。でもレインボーにして欲しかった。確かに。だって顔があるから可愛いっていう。顔全然見えないしね。回転しちゃうと見えない。まあこういうのが回すことだと、はい、となります、はい、ということで今回はコアンダ効果を使ってね、コアンダ効果を使っていろんなものを浮かせてみました。はい、以上です。